悪魔が来る。悪魔だ。悪魔だ。悪魔が来る。全くおかしな事件ですよ。街中を徘徊して挙句の果てに悪魔が来るなんて言って倒れたもんでね。少し前にも公園でひたすら変なマークを描く男性や何か呪文のようなことをずっと唱えてる女性を保護しましたし、その2日後には手首を切った女性、今回のも含めて同じ劇団の劇団員が被害者っていうのも実に不可解ですよ。悪魔、何かの比喩表現ですか？いや、我々も最初はそう思って本人に聞き取りを行ったんですがね、何も覚えてないって言うんですよ。精神鑑定も正常と判断されたので、すでに自宅に返したのですが、こちらとしてはお手上げ状態ですよ。そうですか。分かってると思いますけど、これ葛城さんだから話してるので他言無用でお願いしますよ。ええ、重々承知しています。ああ、最後に一つだけ、その悪魔が来ると言っていた青柳正人さんの住所って教えてもらえたりしないですか？はい、3丁目ですね。どうもお時間いただきありがとうございました、橘刑事。それでは失礼します。悪魔ねえ、改めまして、フリージャーナリストの葛城と申します。警察の方にも話したんですが、あの時のこと全く覚えてなくて申し訳ないんですけど、力になれそうもないです。そうですか。そういえば劇団に所属されていたんですよね。ええ、ですが感染症の影響で劇団は解散。最近起きてる事件に劇団員が関わってると知って驚いてます。あの、あれは？これは劇団の主催の藤堂信介先生の最後の曲なんです。最後？ええ、感染症の蔓延と重なって藤堂先生はどこかへ姿を消してしまったんです。あの、これちょっとお借りしてってもいいですか？悪魔藤堂信介。私は絶望していた。私がこの世で最も愛する者が目の前で殺されたのだ。かの者は私を嘲笑うかのように姿を消した。あ、青柳さんですか。突然すみません。あの、劇団が当時使っていた稽古場や劇場を教えていただけますか？さあ始めよう、悪魔の戯曲を。私は絶望していた。目の前で最も、この世で最も愛する者が殺されたのだ。かの者は、そんな私を嘲笑うかのように姿を消した。
なぜ？なぜ？なぜ奪わねばならないのだ。私が一体何をそのようのか、何もかも許せなかった。私は絶望した私は悪魔と契約し、この身を捧げてでも復讐をすると誓ったのだ。悪魔を呼び出すために召喚の陣を敷き、手首を切り血を捧げ、そして最後自分を捕らえ、するとやがって世界は闇に包まれ、悪魔が降臨する。残念、悪魔ではなくジャーナリストでした。何のご用ですか。芝居の最中なのですが。それは中止だ。何？これに書かれている召喚の陣、手首を切る呪文、そしてこの後儀式を見た民衆の一人が悪魔が来ると周りに知らせる。これらはすべて最近起きた発狂事件の構造と一致している。あなたと関わった者はみんなおかしくなり、ついには自殺者まで出てしまっている。それがどうした。私はこの物語を完遂し、悪魔を召喚させる。馬鹿げたことを。本当に悪魔が来ると。邪魔をするな。出なければ。俺一人ではどうにもならないので警察を呼んでおきました。残念です。あなたの物語はここで終わりだ。あれから2週間、東堂慎介は留置場の中で自殺をした。彼は3年前、愛する妻を殺されていることが分かった。もし、本当に悪魔が呼び出せたとしたら、その復讐をしていたのだろうか。はい。あ、葛城さんですか。青柳です。あ、その節はお世話になりました。大変です。あの戯曲には続きがあったんです。え？あれは悪魔を呼ぶ話じゃなかった。民衆に捕まった主人公は牢屋で自殺をする。そして、私は牢屋の中で首を吊った。契約の条件は全て満たした。我が身は消化され悪魔となり、やがて世界は闇に包まれる。